ロケットパンチよ。ええー、撃て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 、うわお、あ、ノエルは戦ってなかったもんね。ここにいるもんね、ノエル。うわ、来た来た来た、私の、うわ、下から来るんじゃないこれ。来た来た来た、怖い怖い怖い、かわいい、かわいい、ノエルちゃん、怖すぎるな。皆様、こんな人についていってはいけませんよ。はーい、ほんとな。うわうわ、クイーン、うわうわ、人質交換か。さっきあげたブローチの針を地面に突き刺すのよ。そうすれば私たちの新世界が誕生する。でも確かに実況してみたいという気持ちはあるんだけど、まずはこの3人を救いたいと気持ちの方がでかいからな。でもどうしたの、ノエルもそれを望んでいるはず。言ってわからないなら残量 1% のバッテリーを使って、うわお、数字を導くせる台に切り刻むかしかない。あんなにギャグ、めちゃくちゃギャグ使うクイーンだと思っていたね、可愛らしいちょっとギャグキャラだと思ってるのがボスだったんだね。これ強いな。ちょ、チャプター3はどんなボスが出てくるんだろうねこれ。うわー、これはやばいな。強い、させない。お、ノエルがここで、うわっ、そんなこと私が絶対させない。いいね、あなたの言いなりになることを私が望んでると思う。真っ平よ、操り人形でいる限り私は幸せになんかなれない。どうしてかわからないの、どうしてわからない、ノエル、どうやら私の計算不正確だったようです。ノエル、あ、切れてる、まさか。私のことは考慮に入れず、自分の力で自分で幸せになれる世界を選択しなさい。え、いい人だった？ん？ノイズなんですけど、マザー2のボスの世界の背景なんですけど、クイーン？クイーン？大丈夫？バッテリーが切れちゃったみたいな。でもこれで闇の泉を封印できるよ。降りて？みんなどうしたの？どうしたノエル？ああ、今のクイーンの言葉、自分が幸せになれる世界を選択しなさいって。私、クイーンが支配する世界で暮らすのは嫌。でもそうじゃないならこの世界もそんなに悪くないのかも。確かにサイバーワールド、ほんといい BGM もたくさんあるからね。え、ねえスージーもそう思わない？ああ、俺、まあ言われてみりゃ、あ、クリス、確かにこの世界の方がよくねえか。仲間もいっぱいできたしな。最高の自由研究だね、これもう。私、こんな冒険してるの初めてだよ。斧振り回してバトルして、魔法も使えてな。呪文を唱えたら、何でも一瞬で治っちゃう。で、何があっても絶対に誰も俺らに指図できねえ。さあ、いろいろ怖いこともあったけど、なんていうか。お、来た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 。確かに僕も反応する理由はないように思う。おお、笑顔じゃん。私は思いつかないな。俺もだ。それならノエル、僕は改めてお詫びの印に。おお、すごいバードリーパワーが集まってきてますよ。すごい元気玉みたいだね。自分の意志の力をこの刀に込めて、ここに新たな泉を誕生させよう。ああ、そう、いいのこれ。そして輝かしい未来を解き放とう。いいこと、いいの？僕たちを光り照らす、闇より生じた輝きに満ちた未来の。ラルス、やめね。みんな、何を言ってるの？ラルセ、大丈夫だよね？正しいこと言ってると思うんだけど。いや、ダメ。すごい、こんな漫才やったら面白いよね。うん。そんなことすればどうなるか分かってる。どうって。そんなことしたら、喧嘩を抱いてしまう。確かにね。お！
どうしたどうした、おお。光が闇に飲まれるとき、なんか BGM が逆再生されてる。泉が空を舞うとき、すべてはカオスに包まれるだろう。ああ、オープニングそのこと言ってたね。泉より巨人が出現し、この地を破壊し尽くすだろう。もう今後のストーリー展開に期待でございます。おお、生き延びたダークナーたちも闇に屈し、やがて一体また一体と石と化すだろう。ライトナーたちは頼るべきものもないまま、終わらぬ夜を永遠にさまようだろう。そんな世界を楽園と呼ぶか、呼ばない。目が C になってる。あらやだ、そうなの、全然知らなかった。え、知らなかった。でもクイーンさんの計画は。私はただのコンピューター、全能じゃない。騎士の行動に基づいて、推測してただけ。推測が、世界を滅亡させて何かいいことある。答えない。そうだったんだ、よかった。すまないノエル、最後の最後まで君に迷惑をかけてしまった。バッテリー大丈夫？わかります。バッテリー充電しながら考えてました。他者の心を正しく分析するなんて不可能です。え、クイーン様、僕の気持ちがわかるんですか？いや、わかんないけど。ほら、草生えてますね。ノエルに悲しんでほしくないだけ。あ、二人が少しでも分かり合えてよかった。どうして僕たち全員、なかなか良いチームになれたのでは。どうやらか。いいサムネだ。いやいや、ないない。いや、あるかもしれないよ、これね。つか、いい加減話せよ、ことで。あ、そうだった。スージー。あ、間違えた。スージーか。お前、クイーンにビシッと言っててな、やるじゃねえか。そう？おう。あ、でも、もうすぐ目覚まさなきゃだろ。え？そうか、これ夢なんだ。ドキドキしっぱなしですっかり忘れてた。うん、そうだね。でもこれからもこんな夢もっと見れたらいいな。見れたらいいですね、これ。いいね、本当夢ですよね、これ。ん？なあノエル、目覚めたらさ、なんつうか、その一緒にカフェ行く？すごい。じゃあみんな、そろそろエグジットする時間ね。プログラムバイバイ、元気でね。 EXE を実行します。あんたらとの別れ寂しいわ。ノエル、あんたは無駄にいい子。スージー、あなたの勇気はバカと紙一重。クリス、あんたはいつもじるってる。バードリンだっけ。バードリン。バードリン、ダーリンと合わせてますね、バードリン。クイーンさん大丈夫、ここでお別れしなくても。クリスにキャッスルタウンへ連れて行ってもらえば、他の仲間と一緒にここで、そこで暮らせますよ。あら、消えてた。おお、消されてます。あー、おお、プログラム、バイバイ、元気でね。 EXE を削除します。うっ、じゃあここへ来たそもそもの目的を果たすか。なんだったっけ、目的なんだったっけ、どういう目的だっけ。なあノエル、目覚めてスージーに会ったらさ、あいつ、そのあいつには尻尾なんてねえからな。あはは、うん、わかった。秘密とかでもねえから、行こうぜクリス。おお、おいた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 。というかクリス歩いていない。
おお、来た来た、闇の泉に来ましたね。そうか、闇の泉が目的だったのか。うわ、聞こえますから、竹忘れた、なんだっけ。あ、来た、クリス。またここにたどり着いたな。なんだこれ、喧嘩、うんうんうん、の騎士か。何者なのかわかんねえけど、そいつがこの泉を生み出してな。うん、でもさ、それって本当に悪いことなのか。闇の泉が現れて、いろんなことが前より全然面白くなったよな。確かに面白くなったね。うん、ま、今は考えてもしょうがねえのかもな。よし、クリス、お前の出番だ。おお、それはまるで自分の魂そのものが光を放っているかのようだった。あ、自分の魂だね。そうだそうだ、多分そうだ。来た、なんかかっこいいロックみたいな音楽、これこれ。うん、いいね。ちょっとずつ中心になって光って、おー光って、おー綺麗、日本みたい。あそこのハートが丸だったら日本だ。